加藤ジョージ、加藤ジョージ、加藤常時。1985年2月6日隊は、日本のスピードスケート選手。山形県山形市出身。一般財団法人博士会所属。2010年バンクーバーオリンピックスピードスケート男子500メートル銅メダリスト。2006年トリノオリンピック、6位。2014年ソチオリンピック、5位。 2018年平昌オリンピック6位と東京オリンピックでは4大会連続で6位以内の入賞を果たしている。4人兄弟の末っ子、兄たちの影響でショートトラックからスケートを始め、その後スピードスケートに転向。北海道や長野県の選手が多数を占めるスピードスケート界では珍しい山形市出身。山形中央校時代。 インターハイ男子500メートルで3連覇を達成。日本人選手として、史上初めて高校3年時にスピードスケート、ワールドカップ、W 杯代表に選ばれ、2002年12月に初、出場した長野大会で3位入賞。その翌週に、中国、ハルビンで行われた W 杯では、当時日本スケート界の第一人者だった、清水博康を破り、2位に入る。 2003年1月のソルトレークシティ大会では34秒88の世界ジュニア新記録を受立し、同年に34秒75まで更新した。高校生ながらデビュー以来 W 杯の表彰台に上がり続け、卒業後は三強世紀へ入社。2005年3月にドイツ・インツェルの屋外リンクで行われた世界距離別選手権で優勝し、2位に入った。 清水博康と共に2006年、鳥のオリンピック代表に内定。2005年11月、アメリカソルトレイクシティのユタオリンピックオーバルで行われた W 杯で、清水の持つ世界記録34秒32をおよそ5年ぶりに更新する34秒30の男子500メートル世界新記録、当時を駆使、W 杯実践初優勝を果たした。 世界記録保持者として臨んだ2006年、トリノオリンピックでは、メダル候補として期待されるも、1回目の500メートルで11位と、大きく出遅れたのが響き、2回目では4位に入るも、総合6位入賞に止まった。500メートル世界記録は、現在、カナダ人選手ジェレミー・オザースプーン、34秒03が保持している。 自己ベストは2013年の世界スプリント選手権で記録した34秒21で、これは現在の日本記録である。2008年から2009年シーズンの後半には、ダイスランプに陥る。コーナーで、右足が置けなく等の症状が出て、過去に何人もの選手が引退に追い込まれた、奇病、足がブラブラ、する病の疑いがあ、 治るか治らないかギリギリの状態ではあったが、オフは練習に明け暮れた。そのうちに右半身の筋力が極端に落ちていたことが分かり、体のバランスを強制。オリンピックの代表権を手に入れた。2010年バンクーバーオリンピック、スピードスケート男子500メートルでは総合で3位に入り、自身冬季オリンピック初めての銅メダルを獲得した。2011年、 ワールドカップ500メートルで総合3位。2012年ワールドカップ500メートルで総合5位。2013年ワールドカップ500メートルで総合2位。2014年ソチオリンピックではスピードスケート男子500メートルの種目で2大会連続のメダル獲得が期待されたが総合5位入賞に終わった。 現役は続行するが、2018年平昌オリンピックを見据えて、翌シーズンは休養した。2016年6月に、現役選手のまま、所属する、日本電産三協スピードスケート部の選手兼任監督に就任する。2017年3月、所属の日本電産、三協を退職し、移籍先を探していたが、9月4日に、 広市寺会記念総合病院への所属が発表され、ピョンチャンオリンピックを目指すことになった。2017年12月30日、翌2018年ピョンチャンオリンピック、男子スピードスケート日本代表に内定、自身4大会連続4度目の冬季オリンピック出場を決めた。二千十八年二月十九日、ピョンチャンオリンピックスピードスケート男子五百メートルでは、 二大会ぶりのメダルを狙うも、スタートでフライングを取られ、後方向も第一カーブでのミスが致命傷となり、結果6位入賞に止まったが、加藤自身当期五輪では4大会連続の入賞を果たす。ゴール後の加藤は、悔しいのは大前提だが、すがすがしい気持ち。これが、今の実力で、自分の未熟さが出たと言いつつも、まだ上に行く力は、十分ある。チャンスがあれば続けたいと。 満足げな笑顔を浮かべながらインタビューに応じていた。天才肌と評され、表情でのバランス感覚に優れており、カーブを駆け抜けるとまで言われる、世界屈指のコーナーワークを可能にしている。清水博康はロケットスタートを生かして記録を出すタイプであるのに対し、加藤はショートトラックの経験を生かしたコーナーワークが持ち味である。スピードスケート選手としては、 技術と瞬発力はあるが、持久力に欠けるため典型的な500メートル専門型であり、1000メートル以上の中、長距離では高タイムはあまり期待できない。ワールドカップ通算優勝回数は14回。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。